どうも、来週47歳になります。47歳来週47になります。ポカポカですね。すごいですね。じゃあ47歳のちょっとパーク楽しんでます感ちょっと出てる映像をね、まあ、今ちょっと足を痛めまして。で足の甲がちょっと痛いですで、ね、いきなり飛んじゃったんでね、うん、で、うん、あのやっぱ年を考えた飛び方しないとダメですね。そうですね、はあ、やっぱちょっとねカメラ向けられたから頑張っちゃおうかな、ね、うん、ね、ちょっとやっぱね普段以上にやっちゃいましたね、うん、まあ、その結果痛い。そうですね、はあ、営業している竜王スキーパークで撮影された竜王シルブプレ、ビーカンファクトリー YouTube チャンネルでアップしています。ナイター営業にアクティビティ、軽いパウダーにイージーなパークに上級者コース、そして変なメンツ、スノーシーズンを楽しむなら竜王シルブプレ。さらに詳しい情報はビーカンファクトリーウェブサイトへ。首がね、ちょっと昨日までね、うん、あの体の正面しかもう首向けなくて、今日ようやく30度ぐらい、ね、こうひねれるようになりました。もう昨日はロボットですね、はい、で多分滑るときはね頑張って動かしてるんですけど、やっぱりね結構正直しんどいです。しんどいです、はい、その割にはズンビ切れてましたね。いやあのねやっぱりね踏み切りを誤ったっ、ね、ちょっと危ない本当にやられるかと思いました。まあそこちゃんと持ちこたえられるという。そうですね、でもやっぱりあんまり体調の悪い日は頑張らない方がいいっていうのがね、うん、よく分かりました、はいはい、